Hi everyone, this is Yuri from Capcom, and I am here in Osaka, Japan, with the directors of Monster Hunter 4 Ultimate, Mr. Fujioka and Mr. Tokuda. So I just wanted to ask you guys some behind the scenes questions, so we and all the fans out there can get some idea of how the games that we all know and love so much are made. So let's just dive right in. Number one, can you give us like a basic overview of how the monsters are designed? まあ、新しいタイトルが立ち上がるときは、大体あのやっぱりそのタイトルで、まあ、本当にやりたい遊びっていうのが大体こうコンセプトが決まっていくので、まあ、そのコンセプトに合わせたデザインっていうのを、より多く取り入れるようにしております。例えばケチャワチャとかはやっぱ二重床、まあ、今回 OU ではこう二重床とかそういった今までよりも立体的な地形をたくさん作ろうっていうのがあったので、まあ、そういったものもこう行き来するようなモンスターもたくさん作ったりしていますよね。そうですね、はい。まあ、コンセプトとあと難易度の設計ですね、はい、最初にこうゲーム上のレベルデザイン設計をして、まあ、大体初期 の強さを持ったモンスターがこれぐらいの数、まあ、真ん中がこれぐらい、最終的にはこれぐらいみたいなレベル設計をした上で、そこにこうふさわしいモンスターを設計していくという形になりますね。はい。So can you tell us about what monster was the most challenging to develop? 昨日ちょっと徳田と話したんですけど、ガララジャラかな。そうですね。いろんな意味で言うとガララジャラが一番ですかね。やっぱりチーム的にはすごくチャレンジだったし、まあ、あのやっぱ長い体をこう制御するっていうのはなかなかアクションゲームでは難しくて、しかも今回地形がすごく複雑になるので、まあ、そんな中でああい こう長い体を持ったものっていうのは非常にチャレンジだったし難しかったですね。モッキーあとプログラミング的にはゲネルセルタスとアルセルタスのコンビが難しかったですね。やっぱり2頭で1つの1頭分の制御をするっていう、まあ、そういうコンセプトだったんですけども、うん、まあ、なかなか不具合がたくさん出てしまってこれは難しかったですね。プログラマーから何度もやめようやめようやめよう、いやいやいるでしょうね、やりましょうやろうやろう方針を持っていくのがすごく大変でしたね、はい。まあね、こう合体と離脱を繰り返すっていう遊びがやっぱ、はい、あの企画的には非常にユニークだったんで、生かしたいって言ってもなかなかプログラマー的にこうね、あの難易度の高いものだったと、はいはい、思います。Now, how about getting old monsters into the Monster Hunter 4 Ultimate engine? What was the most tricky one to pull off? それはもう、ティガレックスですね。ティガレックスですね。はい。最初にリオレウスとティガレックスで、はい、制作を進めていったんですけど、まあ、高低差っていうコンセプトに対して、うん、特にこう4つ足でこう動くっていうのが、まあ、接地面が大きいければ大きいほどやっぱ高低差に対する対応っていうのはすごく難しくて、まあ、それしかもまだ他のモンスターいない状態なんで、こう遊び自体も確立させなければいけないし、モンスターとしての制御も作らなければいけないという両面を乱さなきゃいけないっていうのがやっぱり一番大変でしたね。新しいコンセプト その立体的な地形っていうのが、あのやっぱりモンスターとプレイヤーにどういう影響を及ぼすかっていうのがね、非常にあの僕たちもこう模索しながら作ってたのを、うん、まあ、それを全部ティガレックスで実験しながら作ってたので、はい、まあ、そもそものモンスターの対応と、それがそもそもこう面白いのかっていうところを全てティガレックスで検証したので、やっぱり僕たちも非常に思い入れの強いですね。そうですね、はい、です。 And what was the most fun monster to design?はい、これは多分というかデザイナーが一番遊んだと思うんですけど、ザボアザギルですね。もうあの体験変化、こんなことやらしたいっていうアイデアはどっちかというとデザイナーから、提案をもらったアイデアで、まあ元々ああいう、鉄カブラみたいな体型のモンスターの強いやつを出したいっていうのと、デザイナーがこういうす、ね、こういうなんかボヨンボヨンしたいわゆるなんだろうな、こう 水風船みたいなものをこうボヨンボヨン動かしたいっていうのがもともとあって、でそれをどうなんかそこでうまくミックスできないかなっていうので始めたモンスターですよね。もうデザイナーが勝手にボヨンボヨンしてぐるぐる動くやつ作ってましたからね何もゲーム的な設計決まる前からゴロ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 転がらせたいんだってみたいにしてプロトタイプを作って、そうなんです、
ですよ、両方。なんとかじゃあここまで作ったら生かすしかないよなっていう。こんなことできるけどみたいなのを、まあ、あの実際プレゼンをもらって、まあ、それをうまく、ね、あのキャラクターに生かそうっていうので、はい、ザボアザギルは、まあ、デザインとても面白かったと思います、うん。Now in 4 Ultimate, we have 14 weapon types. Now that's a lot. What were the challenges in balancing them all? これはやっぱり総中魂かな。総中魂ですね。一番難しかったのは。難しかったですね。まあ、はい、僕が調整するときはまず、まあ、一番遅くて基本的な武器である体剣と、まあ、動き速い武器である、まあ、太刀もしくは片手剣というところで、うん、バランスを見て、まあ、そこからプラスして派生した新しい武器みたいなのを見ていくという形にはなるんですけど、まあ、体験の部分の遊びが、まあ、大方片付いた後でそれから見比べて総中魂がどうだとかチャージブレードがどうだみたいなところを、まあ、見ていく形でありますけど、うん、まあ、総中魂はジャンプもあれば、ね、ちょっと中距離武器というか、うん、こうレンジ感が普通の武器と違う形になるので、うん、まあ、いろんな意味で調整が難しい武器ではありましたね。まあ、結構ダメージっていうよりはアクションでそのノリがやっぱジャンプ攻撃ノリが狙えるっていうところのアクションの方に跳ね返る能力をすごい持ってたので、まあ、1人から4人になった時のその変化であったりそういったもののバランスの取り方がとても難しかったわけですね。本当にあのどうやってそこを制御するかっていうのは結構なんかどうね、結構なかなかあのどれぐらいにこうやっぱ乗れないと気持ちよくないしでもあまりやらせすぎると4人になった時本当に大変なんで どうバランス取るかなみたいなのは結構悩みながらやってた感じですね。そうですね、はい。One of my new favorite features is that you can hone the weapon and I always hone them for life. So how was the balancing of that particular feature? そうですね、まあ、単純にダメージ減らす防御力と、まあ、攻撃力を上げる方は比較的すぐアイデアも出たんですけど、まあ、そこじゃないところで、まあ、プレイスタイルに幅を広げるような形として、まあ、生命力体力の方を回復していくから手数の多い武器とかだと遊び方が変わったりとかするというのを目指して入れてみたんですけども、まあ、最初の方は、まあ、回復しすぎてしまってでやはりこれあまりにも良くないということで、まあクールダウンを入れて1回回復が発生したら一定時間のクールダウンを入れたりとか、まあ、そうすると今度は全然回復しないよってなってそのあとじゃあ1回の回復量ちょっと大きくしてみようかみたいなことをいろいろ試して現状の形に、まあ、これぐらいなら使ってもらえるけど強すぎもしないなってい こうバランスに一応仕上げたつもりではありますね。まあ、最終局面でねなるべくそのエンドコンテンツとしての遊びっていうのを今回武器側にもちゃんと入れたいっていうのがあってまあそういう極限強化っていうネタを入れたんだけどまあ本当に単純に武器の能力が上がるだけではその強化の意味がないというか最後のエンドコンテンツとしての遊びとしては意味がなかったのでそういったちょっとユニークなその能力をちゃんとその選ばせようっていうのがそもそもあってまあそういうちょっと生命力みたいなまあどうしてもね最終結構ダメージ持っていかれる局面が多いので、まあ、そういったところにも面白さがあるのかなっていうのでそうですね。あの体力満タンだと攻撃力が上がるフルチャージのスキルとかとの相性とかも良くて、うんまあ、そういうこうスキルコーディネートの一部としても使ってもらえるなんて、ね、つもりで設計はしました。はい。Now another favorite of mine is the guard point in the charge blade. How did you guys come up with that? まあチャージアックス自体がまあ新しい武器ということで、うん、まあ片手剣のような片手剣の状態での立ち回りとまあ一気にダメージを取っていくアックス状態っていうので、まあその系統をとにかく行き来するっていうのがまあコンセプトの遊びだったんですけども、まあちょっとその片手剣がやっぱり常に片手剣の状態っていうのがやっぱり結構長くなってくるのでその中での遊びを何かこうデザイナー、まあ、そのゲームデザイナープランナーがもう少し遊びを面白く入れられないかなというところでそういったアイデアが出てきたんですよね。そうですね。まあ、彼その設計した子がかなりこうアクションゲームがうまい子なのでアクションゲームのゲーマーの目線から見た時に、まあ、跳ね返りが強い部分っていうのを
仕込んでみようと思って、言ったら勝手に仕込んだんですよね。勝手に仕込んだの、遊んでみたら、んこれはなんだいかがですかみたいな感じで。そうなんですよね。まあ、ガードと攻撃っていうのがやっぱどうしても分離するっていうこともあって、はい、その攻撃しながらそのポイントガードをしていくっていう遊びがどこか入れれないかなっていうのが、もともと彼の中にはあったみたいで、まあ、そのとにかくアクティブに攻めながらガードポイントを狙っていくっていうのが、まあ、できる人がすごいハマるゲーム性なのでぜひ入れたいみたいな感じで、まあ、僕たちとしてはまあそういった彼のアイデアも非常に面白いかな。そうですね、コンセプトとして他の武器とこのガードの部分の差別化ができているので、それ自体はすごく新しいし良かったなと思って、そのまま採用した形ですね。採用しました、はい、はい。Then we have the Seregios, and all the weapons in Seregios have like a new specific thing to them, which is Blade Master auto sharpens and the gun weapons auto reload when you dodge. So how did you come up with that? はい、まあ武器固有のね、何か面白さが出せないか。そうですね。で、モンスターの方が、まあ、いわゆる劣勝状態っていうのを、作っていたので、まあ、それに相当するような特殊能力みたいなものを装備にもちょっと入れてみたいなと思っていたんですが、まあ、今までの装備って基本的に防具側にスキルの方を仕込んでいたのを、まあ、武器の方にも何かしらと特殊な、特別感みたいなのを出せないかなというところで、まあ、その装備設計している子の方が、ゴロゴロしてたら切れ味回復するのどうですかねっていうのをまず出してくれて、まあ、それがすごく良かったんで、でなるとガンナーどうするみたいになって、最初はガンナーの方なかったんですけど、まあ、それに匹敵するぐらいの便利さといったらゴロゴロリロードしかないだろうっていうこれもやはり入れてみたらものすごく良くて、あれは本当に、ね、いいものかな。そうですね、そういうゲームデザインの方からのアイデアで、そういう、まあ、自動装填とか自動研磨っていうのが入って、まあ、ゲーム的にもアクション性が変わるのでとても面白いやだなと思って、まあ、実装してみたらなかなか面白くて、じゃあ設定どうしようかなみたいなのが、あとあとちょっと大変なんでそうなるのって言われても、うん、まあまあ擦れるからとかね、いろいろ言って、まあなんとか、はい、そのような性能を、はい、に定着しました。はい、And also a brand new thing in Monster Hunter 4 Ultimate is that you can jump and then mount the monsters. How did you settle on that as a core feature of this game? まあ、もともとあのモンスターに乗りたいっていうのはトライが終わった、まあ、トライが終わったからトライの頃からですね。モンスター高速技をするのと同じように企画出たのと同じ同時期にプレイヤー側も乗れてもいいんじゃないかっていうのはもともとあったんですけど、うん、まあ、その時はいろいろな兼ね合いが悪くて見送ってたのが、見送ってたのを、まあ、企画としてもう一回再浮上させたっていうのと、もともと立体的なアクションをどう遊ばせるかっていうので、まあ、ジャンプ、まあ、段差をこうシームレスにジャンプしてどんどん飛び込んでいけるようにしようっていうのと、まあ、やっぱりどうしてもそういうアクションが できるようになってくるとジャンプ攻撃やっぱり出したくなるっていうのが、まあ、結構こう生理的にやりたいやりたいっていうのがどんどん膨らんでいってジャンプ攻撃まで行ったんだけど、そのジャンプ攻撃とそのじゃあノリっていうのを、まあ、一回こうミックスしてみようっていうので生まれたのが今の仕組みのジャンプ攻撃からノリに派生するっていう遊びになっておりますね。そうですね、はい、まあ、ジャンプ攻撃っていうのを作るまでは早かったんですけど、ジャンプ攻撃の意味っていうものを考えた時に単純にダメージが増えるっていうだけだと、まあ、ダメージが見えないゲームっていうのもありますし、まあ、アクションの方に跳ね返らないっていうのがあったので、まあ、そこに何か意味を継ぎ足したいと思った時に、うん、乗ってさらにそこから倒すっていう展開に持ってこれたら、まあ、いろんな人が使ってくれるのかなと、うん、ところでくっつけてやってみた形ですね。そうですね、なんかまあ、アイテムとして罠を使うっていうのと地形を利用して狙、まあ、そのダウンを狙っていくっていうのが、まあ、地形に対しても結構そのユーザーがちゃんと選べるチョイスできるっていう幅としてはまあいいんじゃないかっていうので、まあ、ジャンプ攻撃からノリを狙うっていうのは採用しました。Now I have some more questions. Now these are not necessarily based on Monster Hunter 4 Ultimate, but 10 years of experience with the series.I've noticed since the first game, Monoblos is only available in single player quests. Why is that? これはね、多分僕ぐらいしか分かんないのかもしれないですけど、そのこれはもともと無印、モンスターハンターの無印の初代のやつですね。
から、まあオンラインモードとシングルモードっていうのがあって、シングルモードのプレイヤーにもやっぱりちゃんとこう遊びのモチベーションを持たせたいっていうので、シングルプレイヤー専用のボスっていうのを、何かボスモンスターになるものを何か作りたいっていうので、その当時作れたのがモノブロスだったんですよ。でそこに対してこうちょっとやっぱり、まあ、マルチでできなくてシングルでしかできないモンスターだから、何かこう設定とかもちょっと裏付けたりとかすることになるしだすと、もうモノブロスがシングルでしか出せないモンスターにむしろなってきちゃって、まあ、今でも伝統的にそこは守って、はい、モノブロスはもうシングルで、その、まあ、プレイヤーとそのモンスターが、まあ、1対1で遊ぶっていうのもやっぱり面白さの一つかなと思っているので、まあ、結構ああいうガチでこうね押してくるモンスターとその1対1でどうさばくかっていうのもちょっと楽しみとしてはいいかなと思って、今も伝統的にそこは守ってます。はい。And next up, what language is the diva singing in? あれも多分僕しか分かんないよね。あれも多分ドスの時ですね。モンスタードスの時に初めて歌姫を作ろうっていうので作って、で、まあ設定的にはこうハンターがこう癒される、まあこうその歌声を聞いて癒される存在みたいなものが、作れないかなっていうので、まあ、その当時作り始めた時に僕の中ではそういうキャラクターってどうしてもこうどこかの言語に縛られたくないっていうのがあって、まあ、そういうのをちょっとこう言葉なんだけどその心で伝えるって言ったらいいのかな、そういったものを感じ取れるキャラクターにしたかったんで、もうどこの言語にも紐づかない、造語にしようっていうのを決めて、まあ本当にこう聞き、まあ、本当に日本語を違う言語にして、それをもっともじっていろんなもう泣く、もう本当に中を抜いたりなんだりして今の言葉になっているので、まあその歌詞を思いながら一番歌いやすい言葉っていうものに最終的に仕上げております。Now to wrap things up, can you just give us some insight on how a flagship monster is created? Like, why is that a necessary feature of the game? そこはですね、やっぱりゲームのタイトルにはそのタイトル一つ一つにはそのコンセプトがあります。ゲーム、こういうゲームを遊んでほしい、こういう遊びをみんなで楽しんでほしいっていうのがやっぱりコンセプトがあって、でそのコンセプトに合わせた、まあ、モンスターをやっぱりこちらとしては一番提供したいと思っているので、まあ、その一番コンセプトに根強くしっかりそういったものを反映しているモンスターとしていつもメインモンスターを、設計するようにしております。そうですね、遊び的にも、まあ、そのメインモンスターを倒せば一通りのことが、まあ、できるようになったらそのモンスターが倒せるぐらいの作りにしてますので、まあ、それ、要素自体を全部舐めて遊べるようになって一人前のハンターになるにはここを超えてくださいよっていう強さ的なバランスも考えて設計してます。でタイトルがまあ連作された時とかは前のメインモンスターこうだったからもうちょっとこっちにするかなみたいなのがあったりはしますけど、基本的にはやっぱコンセプトですね、そこのゲームのコンセプトとかゲームの難易度とかを見て一番ちょうどいいところを取る代表、ね、代表、まあ、こいつを超えたいなって思えるような存在を作るっていう考え方ですね。まあそのゲーム、そうですね、トグダンも言いましたが、そのゲームの核となる部分のシステムにユーザーが慣れた頃にそのメインモンスターとの遊びが一番面白くなる、それを一番まあ熟練した頃にようやくそのゲームのシステムがちゃんと、まあ、プレイヤーの手に馴染むようなキャラクターとしてもメインモンスターをいつも設計するので、まあ、その分やっぱりゲームのコンセプトと一緒に作り始めるので一番長く設計もするし、まあ、当然試行錯誤も、はい、たくさんするモンスターなので、まあ、僕たちもすごく大事に設計しております。All right, so these were some of my burning questions. I know you might have some, so please write them down in the comments and I will ask them to give us some more insight in the game. 待ってます。どんどん送ってください。はい。
待ちます。Thank you so much for taking the time and answering some of these questions. I'll see you guys later. Bye. Bye-bye.